火曜日物販の時メイちゃんに少しお本音を漏らしちまったしまちゃんのこと大ゃだよいつでもお話おいで全然いいよいつでも待ってかわいすぎて完全に目が合わせられなくなりそう <laughs> そんなことないよお顔がそんな変わんないもんインスタフォロー完了しかしあの名前は探せない ね、なんか安原、サーラディングル、トゥインクル、トゥインクル、ピンピンピンみたいなね、目の目だよね <laughs>。昔、ほんとふざけて、ふみにつけてもらったまんまになってるから。身長差があれじゃんか、ちょっと斜めで見られるだけでちょっとやばいのに。いい身長だね。フォローありがとうタイム少しずつ順位上がってきてるし、嬉しい。頑張ります。なんか、最初、ずっと10位で。 このままいけないのかなとか思ってめっちゃ不安だったんだけど何よりなんだろうみんながすごく応援してくれてるのに結果が出せない自分がすごい嫌で悔しかったからこうやって一個上がることにとかなんか下がった時も一緒に悲しんでくれたりとか悔しがってくれたり一個上がるだけで一緒に喜んでくれる人がいるのがすごく嬉しいし一緒に行こうねって言ってくれる人が少しでもいるのが本当に嬉しい。 だから、あと4日で、タイの方は終わるんだけど、まずはタイを絶対につかめるように頑張りたいなって思うし、でも、なんだろう、こういうイベント期間って、イベントに集中しちゃうから、うっなりがちなんやけど、まずはライブを楽しんで、楽しんでもらうことを一番の目標にして、頑張りたいなって思います。やっぱヤンバルクイなって感じ。 見上げてくる感じがやばい。本当見上げられてる全然、平然を寄せ寄っているよ見せて、そうじゃない場合がいるけど、バレないようにしてる。今度じゃあ、見抜いちゃいますね。いい子すぎて泣いた。泣いた見上げてほしいな。じゃあ今度しゃがむわ。<laughs> みんなどの物販、こうやってしゃがみながら対応する。で 物販の時一つでも上にってお互い話してたから上がるとめっちゃ嬉しい。ありがとう。めいちゃんクールビューティーなのに笑うとめっちゃ可愛いの大好き。ええー、ありがとうめちゃくちゃ嬉しい目がなくなるの。こうやって笑ったら、ここが全部、うーんってなるから、ここがなくなっちゃうの。それもなんか、うーって思ってたんだけど、褒めてくれる人がいっぱいいて嬉しい。あと、クールビューティーって言ってもらえるの嬉しいね。 そうしようこうしようそうしよういつだってそばにいるから今度って土曜やんか、やばお土曜日までにめっちゃ可愛くなれるように頑張るわ。<laughs> 前髪切ったの、そういえば。島田に伸びるのが早すぎますって怒られました。<laughs> 年過すぎてつい話しちゃった。内緒よ。いいよ。お互い内緒ね。 メンバーランキングも大切にしてるけど、それよりもサービスセンスがすごいなっていくたびに思う。やっぱさ、楽しんでほしいもん。楽しんでほしい。やっぱりあの20分とかの時間でも、ああ、行ってよかったーとか、楽しかったー、幸せだーって思ってもらえるたら、勝ちだなって思う。目がなくなるの一緒、一緒。一生 ース書いてる時もとかも、も、もかうちほんと伸びるの早いのしょうがないじゃんほんとに長くなりすぎるうちなんかにも幸せいっぱいくれるから感謝しかないほんといやこちらこそありがとうしかないよほんとにちょっと斜めにハサミ入ってるそうこないだ自分で切ったからそれをぺぺって整えるのもあったんだけどでこっちが気を上がってるのはここ結んでるからっていうのもある。 こっちがちゃんとビュってやるとちゃんと落ち着くんだけどちょっとつられてるね上にこうやって楽しいほんと一生お宅卒業できないってなるじゃあずっと入学式だずっと新級だね皮むけてるお水持ってきてもいいいいよありがとう

誰か,かが、かが、ハーブを着たから起きてる、愛ちゃん。あ、起きてた。寝てんのかと思った。寝る。メイク落とした。落としな。はーい。明日後悔してるよ。うん。お。ま,ま,まだ終わってない。 今ね、愛ちゃんからファボが来たから愛ちゃん起きてるよって来たそういうことよメイちゃんのような猫なら飼いたい何もしないよもうずっと寝てる寝るの好きだから休みあったら一日中寝てる食べることより寝ることの方が好き最近は食べるのは好きなんだけどね今一番食べたいものはクレープ原宿のクレープ食べたい最近甘い物欲が止まらなさすぎてしんどいほんと 女の子ってそういう感じなんだよ。毛布気持ちいい。毛布気持ちいいよ。ブランケッチ。ママだよ。猫好きなんだっけちゃん猫になってあげるって好きすぎた。な。今度見せてくださいね。だって。<laughs> たまに遊んでくれればそれでいいから買いたいです。アウト。もう遊ぶとかじゃない。もう寝る。寝てこっか食べて。くっちゃ寝の猫や。<laughs> 生しい日向ぼっこして。 自由気ままに生きたいね好きなように寝て食べて遊んで自由に生きてるだけで可愛いからいいんですそう猫カフェ行きたい冷た冷て明日はライブないの次のライブは29日って 食べるの好きなのに量食べれんから泣いちゃう。おいしそうに食べればいいんで。バラバラバラ <laughs>。そう、猫ランチキも多いよ、よく。よく勝手に耳生やしてる。なんか、なんでか知らんけど。猫生や、 の耳を生やしがちなんだよね落書きでにゃーって書いてるよく <laughs> 鼻水出ちゃう最近花粉症かなちょっと途中のやつがあります、ね、勝手になでなでして抱きしめて嫌がられるな <laughs> でもな、ね、結局、構わんかったら構ってってやってくるじゃん。それが可愛いんだよ。犬カフェってきっとワンワンってうるさそう。泣くのが仕事だからね。うるさいって思ったことないもんだって。泣き声で。何かを伝えたくて言ってるわけだから。キャワって思っちゃう。サイゼのミラノフードリア食べきれんくて笑われた。それは小食だね。 目は結構、シャイゼはピザとドリアと食べれちゃう人。<coughs> 遊びに行こうとしたらごめんね。明日、唯一ないんだ。ここ最近で。猫ランチェキかわいい。どういう。ほんと明日、ごじょうき。嘘。やめちばっか。ありがとう。こんな時間まで起きててくれて。気まぐれに振り回されるのもかわいいんです。かわいい。 ネコランチキだとそうよくあるのエパーラー焼肉のターレアークはじめましてこんばんは,はじめましてバーチュジャパンしかけのデンドシエーサルミイです毎日あるって言ってた29日からまた29312ってありますで3日がなくて45ってある <coughs> <coughs> そう、めっちゃ猫描くでも今回はねチャイナ着てたからパンダよく描いてる家で焼肉する時はエバラ焼肉のタロウをよく使いますそうなのもうお家で焼肉しなくなっちゃいましたなんか臭いくなるから <laughs> 家が匂いが取れるのすごいあるからなるべくあのうんって開くように。 お店で食べるようにしてます焼肉でも焼肉のったら美味しいよねなんか焼肉丼とか作るときとかはお肉炒めるときとかによく使いますメも、ね、一緒に行った女の子パスタもりもり食べてるのにミラノ風ドリアちょびちょび食べてたでもおいしそうに食べれば OK だよ物販の時ってプレゼント私しそう大丈夫です物販の時に今ね食べ物だけがダメで他は全部大丈夫 この間もらったもので面白かったのは七味唐辛子。<laughs> 調味料は OK なんだって <laughs>。七味唐辛子もらいました。なんか辛いやつ。なんか、長野の七味が好きで、そしたらよく長野の七味もらうんですよね。美味しいって思って。お腹がパンパンだ、地味に粒々としたの。<laughs> 目も描きながらダジャレだなと思いながら描いた。 僕が会いたい遊び行こうってなってるのは本当会いに来てよふりかけふりかけも大丈夫だと思うよもらったことあるなんかみんなが美味しいものいっぱいくれるからメンバーが素直に食べてたらメンバーが太るからマネージャーさんが「危ねえ」って言って食べ物禁止になったの甘いものとか。 今度写真集持ってくねめいちゃんに見て欲しいうわ待ってるありがとうすごく待ってる写真集の好きなところは何だろうどの人のやつもよく見るんだけど女の人も見るし男の人も見るんだけど何だろうえ、そんなに表情見せてくれますねみたいなところがすごい好きわかるかな え、そんな場合、あもう紙でこんなの残してくれる。はい、感謝ー。みたいな。<laughs> なっちゃう。ブードジョロキア差しげ入れしてあげる。ブードジョロキアって何そうだそうだそうだハッピーいただけます。嘘じゃないからちょっと待ってって。わかる。そう、ほんともう。え、そこの表情もみたいな。<laughs> 先生持ってくから書いて。OK、OK、全然持ってきて。めっちゃ辛い唐辛子とかもらう。あ、そういうこと ブードジョロキアそれは辛い感謝したいなんで早く出していやー需要がないよのでもメンバーのフォトブックは出したいメイが撮るっていうメイが写りたいわけじゃないメンバーのメイが撮るメイのメンバーがみんなに見てほしい世界一辛いのはダメだよ怪我しちゃう口の中えなんかもう あもうそんな表情まで見せてくれますはいごちぃみたいになるのがすごい好き写真集だそう保坂さんの監修で保坂ちゃんに言ってくださいやだーやや <laughs> そうだからなんだろうメンバーの写真を撮る時さらっといろんな表情を撮ってたり背の表情を撮るんだけどその時は結構そういう表情を意識して撮ってる。 えなんかどれだけなんか気を許してるとか言ってもやっぱりファンの人にしか見せない顔だったりはあるけど絶対的にメンバーにしか見せない顔っていうのがあるんですよそれを収めるのがすごく好きでめっちゃ髪の毛絡まってる見てこれ信じられないバリ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 のバリコちゃんです鈴木亜美っていう人は平気で食べてた 私鈴木亜美じゃないもん仕事行ってくるわ行ってらっしゃいあったかくして寝てなおやすみさんおやすみさん私が撮るからって言いそう <laughs> 確かし自分が写真集を出すならどこで撮りたい、うん、って聞かれたことがあって昔。 どこだろうって考えたけどやっぱ石川県で撮りたいなって思っちゃう自分の地元いいとこいっぱいなんだよ石川県の市を全部回りたいですね <laughs> 次なんかあったらねそういうの特別特典にしても面白いかもね イオンが大きいよ回るの回りたいなって鎌倉枠撮ったけど行けんかったからまた撮影会やってほしいいつ,かいつかいつかいつか万歳石川あるんだよとんでもないとんでもない,い,いとこ石川県の伝道師めいちゃん魅力を伝える嘘じゃないからちょっとちょっと,ちょっとちょっと聞いてって 石川の魅力を聞きのほうがさんといてみんなで一緒に学んでみっけ石川県あるんだよ一応ええなぁ妄想メンバーを撮ってるメイさんだけが写った写真集待ってますメイがこうやって撮ってるところがない,いの <laughs> 面白いねそれ撮ってる人を撮ってみた写真集好きなのは変わらんよ好きなのは変わらない何それ あるの本当にの,の里山里山里海みたいなそ々、そ々そみんなもう寝る時間だねじゃあメンマそろそろ配信を終わりたいと思いまーす悲しませたくない確かし、たかしこんな夜中の配信来てくれてありがとうございました また明日も配信するのでぜひ来てください次のライブは29日みんな待ってるよということで以上はパンチチパーイ石掛けの電のシリーズの、ね、サラミンでしたまた明日お会いしましょうバイバ,ーイ <laughs> バイバイバイおやすみ,みちゃん 是啊是啊，b 拜拜。See you, see you,